は、ボーンです。今日で、この動画、ゴールデンアイの動画はパート、6ぐらいですか、6か5ぐらいですね、早速撮っていきたいと思います。今回もまたいつも通りヒーローでやっていきたいと思います。今日は本当はもうちょっと早く家に帰れる予定だったんですが、ちょっとまあいろいろありまして、ちょっとですね、帰るのが遅くなってしまいました。本当だったらもう何本か動画撮りたかったんですが、今回時間がそんなにございませんので、まあ、ちょっとだけ撮って終わりにしようかなと思います。はい、今回もですねシグないんでいきたいと思います。音でかいですかね。頑張りますか。マストン怖いですね。マストン使いがいてますね。前回もショコで確かマストン使いがいたんですよね。誰かに持ってかれちゃいましたね。キャットさん、ショーの方ですか。サクサクいきましょう。ホスト抜け、残念。ホスト抜けですね。仕方ないですね。もうちょっと楽しみたかったんですが、まあ、このまま引き続き撮っていきましょうか。まだ2分しか経ってないですからね。今日ちょっと疲れてますね、本当に。雨は上がってたんでね、まあ、難なく家には帰ってこれたんですが、結構大変なんですよね。僕自転車で、まあ、行ってまして、帰りも自転車なんですけど、ホストはちょっとごめんなさい。6、7キロぐらいの道のりを自転車で行き来するという結構過酷な生活を続けてます、今のところ。もうちょっとしたら、あ、また引っ越すかもしれないんで、状況は変わるかもしれないんですが、今のところというか、またあれですね、アーカイブスですね。スキヤ280円さん、何回か見たことある気がしますね。あ、僕今アーカイブス入れときました。投票疲れましたね。これ狭いステージは怖いですね。マストンがいると、なるべくいないことを願ってるんですが、あ、そういえば前回の動画とか見てくれた方とかいらっしゃいますかね。一件コメントが入ってたんですよね。ありがたかったです。見ていただけてたようで。スキヤ280円さんとは同じチームですね。まあ誰かは知らないですが。そして敵には GW っていうクランの方がいてますね。ゴールデンウィークですか GW って。マストンですか。誰がマストンですか。殴り殺されましたね。ああ、スキヤさんですか、そのマストン使いは。味方にマストンが。マストン、こんなところで使われると面白くないからやめてほしいんですけどね。どこの爆弾で殺したんですかね。仲間、こっちの爆弾か。おほほ、なんですかね。やだな、爆弾。お、どこから投げられた。下から来たやつ。
せっかくの動画なんで。おお、もうこれはもうまあいいですけどね、別に。近接地雷を、近接、あの人の近接潰してやりますか、後で。あぶねえ。危機一発ですね、いろいろと。あ、ここにいるんですか。殺しに行きますか。さえいなきゃいいんですけどね。危ない。勘弁してほしいですね。10連キルやりましたね。なんか後ろガードしといてほしいんですけどね。あ、近接が置いてあるから大丈夫ですか。敵来ますね。もう一人来ますね。あーうーまあいいですけど、今のちょっと分かってるというか防げそうな気はしたんですけどね。まあ10連したってことで許してもらえますかね。あれ死んでなかった、クソ死なないとは誤算でしたね、完全に。SH、 あれもクランの方ですね。お、SHU さん怖いですね。あの人もマストも。アドバイスとかあったらいつでも教えてくださいね。こんなにヒーローばっかなくていいですかね。十分活躍してます。伏せ。お、今死んだよね、敵も。怖い。こっちはよろしく。今こっちをどうにかします。だからあとはよろしくね。怖い。今なんか投げ込んできました。あ。いいタイミングで爆破させられちゃいました悔しいです。さすがにそんなにさっきみたいにはうまくやらせてくれないですか。お、怖い。はう、強武器グレラン祭りですか今回は。そんな部屋ばっかりですね最近。
来い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 、助けて。恐怖期グレラン祭りですね、本当に。もうさすがにヒーローにならなくていいですかね、今回は。なります？戦績がちょっと今見れないんで分かんないですよね。誰？グレネードを投げるぞ。グレだったり。おーし、ヒーローキルしましたね。嬉しい。たまたま後ろ取れただけですけど、まあ嬉しいですね。あー、やられましたね。イナーバクさん、まあいいですか。持ってかれましたね。ですね、こっち今のところボロ勝ちですね。でもこうね、僕ヒーローにはなったつもりなんですけどね。結構頑張ってるんじゃないですか今回。いい感じの、いい感じの成績が出してるかなと思うんですけど。チームがひどいのは相変わらずですね、僕。あう。お、1000超えてる。ああ、そっか、なんかグレードがあったんですね。てか今日結構喋ってます。あ、まあいいっすか。なんか僕の喋りはよく分かんなかったと思いますけど、こんな感じで取れました。34キル14です。スキヤさんにはちょっとかなわなかったですけど、まあまあシグマスでこんだけやれば。シグマスないんでこんだけやれば十分じゃないですか。キルデス比も2以上いきましたし、ということで、いかがだったでしょうか。今日の動画は1本目はこれにて終了。もう1本撮っていきたいと思います。それではお疲れ様です。